はい、さあ皆さんお元気ですか？ガキです。ドラゴンクエストヒーローズ2続きやっていこうと思います。前回やられたんで、今回はマルチプレイで仲間に助けてもらいながらやろうと思います。はい、あれ強すぎるよね。あんな一気に来られたらどうしようもねえよね。どうしようもないよね。何の波になってんだ。これかこれか。すぐ来るかな。まあ今ちょっと夜中なんで来ないとか時間かかるかもしれないんでカットします。はい、仲間揃ったんで聞きたいと思います。でも一人抜けちゃったんで、多分 AI 操作ってなってましたね。ということで、仲間力を借りてクリアしたいです。さっきの音でかなりの数の魔物が集まってきちまったみたいだな。ちょっとクール、もしかして私のせいって言いたいわけ？よし、とにかくこいつらを残らず倒してから先に進んだ方が良さそうだね。それが賢明だろうね。仲間いいな。進んで後ろから追われると面倒だ。いいね。なんでいいのしたみたいな感じ。ストリームっていうプレイヤーですね。よし、すげえ、こんなにすごい悪いな。マルチプレイすごそうだな。だったら最初でやれよって。まずムービーとかある可能性があるんで、まずそれ見たいなっていうか、またプレイヤー待たせるのもちょっとあれなんで。おっと、先へ進むにはここを通るしかないみたいだな。そうですね、このくらいの浅瀬なら行けそうね。私に任せてちょうだい。はー、これどうする、あ、どうする。ざっとこんなもんよ。さ、渡りましょう。滑る。お、あれは結構できない。めっちゃヤモリが鳴いてる。あ、しまった、言えちゃった。じゃあ見つけるか。ひどい吹雪だ。なんだっけ、先が見えにくいな。どうぞ、氷の注目。うわ、これは先につけとこう。さっさと探すもの探して邪魔なんだけど。おさらばしようぜ。あ、ここに出てくるの、違う、必ず出るのかな。ちょっと出てくるの、近づいた反対か。一気に出てこられたらまずいから減らして出るか。てか、モンスターも使っていこう。固まってるし。へい、やばい。よし、やばい。そう、先に帰ってき、いけないんだろこれ。あ、風も回復してきた。よし、俺の勝ちだ。すげえな、俺だ。味方さん強いよ。おう、めっちゃ強い。行け、そんなにすごい倒せるんだ。ドリルさんが怒ってる。やばい。めっちゃ。まだメジャー。あ、出そうって怒られた。うわ、出た。危ないし、これやばい。
あれ何ですか。全部食堂だったような気がしたんだけど。よし、あ、飛ばせる、あ、飛ばせる。はい、行こうか。あっちではね、多分。ねえククール、あんたさっきの人が幽霊だって最初から気づいてたの？俺はこれでも修道院育ちだぜ。そういう気配には敏感なのさ。そっか、まあそうだったわね。あ、さっきのやつだよ。また邪魔しに来たのね。何度来たって同じよ。まとめてお仕置きしてやるわ。やべやべ、よし、へへ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 へ。もう行っちゃった。よし、もう一人なんかでもいい。お、あー、こいつだ。転がしてくれるんですか。転がしてきた。俺の勝ちだ。うわ、邪魔だな、置いてこい。これ登れないのか。登れた。でも降りてみる。水だけか。あ、でも降りた。降りた。よし。来た。お、なんか短縮されてるな。このスキル短縮されてるな。近づいてきたようだ。ここを乗り切ってさっさと進んだ。うわ、本当に一瞬だ。こっちだな、こっちでやられたんだな。よし、一瞬だ。どうなんですか。
デーモンがイライラ、いろんな弾出してきやがる。キラーマシン大丈夫、スーパーレーザー、おお、いる、もう一回、すごい、スーパージャンプ、本当は出たスーパーレーザー、すげえな相方、もう何回も言う、すげえな相方、本当にこれ苦戦してたのね、モジルさん45、40、42、45が3人も1人は AI なんだけど、こっちから見てないな。変わりなさい。ただゴールするだけだけど。さあ、もうすぐ山頂よ。行きましょう。なんかランボルとか。訓練の成果バッチリ出てたな。あざーす。そういえば途中までしかやってないな。今言うんだみたいな感じだけどやってみようかな。 3DS に出たっけ、出たよね確か、なんか仲間とかも増えた感だったかな、うん、やってみたいな。仲間だったぜ、ゼシカクール、クールは有名で、遥か遠くにいる敵も攻撃できる、あ、こう勝手に飛ばすんだ、このマルチプレイだ。もう押してないのにピーピーリンクで読む暇がないんだけど、よし30になった。パーティー投手解散しました。どうするか、そのまま行く、多分使ってないよね、世界中の歯とか。そのまま行ってみるか、もう一回はお手伝いなしで。結構いるな仲間。ここが山頂よね。見たところ特に変わったものは見当たらないぜ。皆さん、あそこ扉が現れた。あの奥から不思議な匂いがすんぞ、うん、今まで嗅いだことのねえ匂いだ。おお、では伝説の兵器はきっとあそこに。はい、おい待て、ちょっとなんか違うよ。やれやれ、雪山の主のお出ましってところか。こいつをなんとかしないとあの門には近づけないわよ。戦うしかなさそうね。私たちには時間がないもの。ああ、とっとと片付けて伝説の兵器を持って帰ろうぜ。ゲイベロベロ、じわじわたぎってきたぜもうそのままの名前になってる。
見た目もそのままあ、くる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 雪山の主なかった道中にいた奴らとあんまり変わらねえな確かに見た目だけはなだがベロリベロリは何かが違うベロベロは誰か油断するなよおんどうした分身した多重がけ影分身ないない潜った出た何どっちが本物でしょうみたいな急に数が増えたぞ隠れていた仲間が出てきたってことかあ偽物だったあほすぐ消えるんだそして凍った息の匂いしかしねえな偽物が混ざってるみたいだぞこいつはじゃあ本物を攻撃すればいいのねよく見れば何か違いがあるはずだわやめてあれれ急に弾けていなくなっちゃったよおそらくですが本物だ偽物を攻撃すると今のものに弾けるのではだとしたら厄介だね本物以外を攻撃しないように気をつけなああどういうことこいつが本物だったのね周りにいた偽物が消えたわ本物を攻撃しないといけない攻撃すれば偽物は消えてしまうようですねダイヤモンドダスト、はい、消えたまたかまた分かんないお違うムービーかあ同じちょっとただグクールシチュエーションかイカ様は得意でしょこいつのイカ様見抜けないの確かにこいつのはイカ様っていうより間違い探しだからやめて専門外でま本物と偽物の違いなんてじっくり見比べればわかるもんさんベロを流せとか攻撃しながらちょっとむずいな目とかも髪おふじゃねえな髪っていうか頭の方のうわ全体見ないとあれだベロか片っ端が攻撃した方がいいんじゃないのこの間に攻撃されてるからね違うやばベロねでしょうねやばすぐ離れたいんだけど無理だな別じゃない俺が倒れるわけにはお切り裂けエクスティア最大切り回復ああどうも回復しようとしたらまた潜ったもうどうやって見えてるの確かでしょもうやばあーダメだすぐ離れないとこうなっちゃうくやば俺が倒れるわけにはやっぱりこれもしかして本物はこのブレスみたいにやるのかなちょっと見た目じゃなくて攻撃の仕方とかもしかしたらもう撃ったこいつかじゃあまだなやっぱそうか攻撃の仕方が違うのかよし、もうかけろ逃げたぞ、あいつ逃げたぞ、ダンスにしながら逃げたぞよし、で次、テンションやって一気にダメージ与えようさあ、どいつだこいつじゃないこいつでもないこいつはどんな攻撃するこいつじゃないうふあ、全部投げるあ、違
違うこ、あ、誰攻撃した？攻撃してんだけど。全部同じ攻撃がするってこと。ちょっと様子見ながらって感じ。あ、これですか。そうかもしれない。一応同じ、全員同じ攻撃がするが、また違うパターンが出るかっていう感じ。行くぜ。本物にパターン、2パターンの攻撃すると多分だけど。リガブレイク。当たった、当たってます。当たった、当たった。よし、逃げるとこです。どうするかーい。あー、もうあともちょいない。よし、近づいて2回攻撃するか。どんな攻撃で、やめて。次の攻撃はしない、あれしないで、倒した。あの、こいつらの弾が倒してるの、もしかして。あ、こいつら、よし、いけ、ホミロン、切り裂いてしまえ。ビンビン。あれ、まだ、あとちょっとなのに。うん、あいつ、ああ、ちょっと、こいつじゃないな、こいつは。キッチ、あ、こいつだ。させるか、決まった。どうせー、消えた。イエーイ、よっしゃ、俺大活躍だな。ふふ。まだまだって聞いてるのか。ベロベロ、クリア。はい、あ、もう終わりか。ここでセーブってことは。
ジャイワルに行くのか。あー、これまだ話がある。これ終わってだな。ここまでにしておきましょう。よし、本日もご視聴ありがとうございました。また見てください。またや。